え、どうもシンプルでカジュアルのヨロです。レジギガスの鳴き声。なんて言われた俺は、なんて言われた。お前わからんところレジギガスの鳴き声で、あ、レジ語あ、レジ語で映画の、あ、レジ語で今なんて言ったんですか。レジ語で、レジ語で、うん、マサマシンです。あ、普通のこと言った普通のこと言った。もう今回ね、うん、順伝なのにめっちゃ使われてないやつ、順伝で使用率ワースト6 こいつらでパーティー組んできました。うわ、先日のね、うん、パーティーからね、考えるとすごく弱くなってきた。やばいっすね、これはやばいっす。タイプ統一に比べるとマジ非常にやばいっす。やばいぐらい弱くなってきたね。マイナーっていうところじゃないっすね。こいつらマジで使われてないんで。そうね、順伝って言ったらね、もう強い、順伝イコール強い、確かにっていうあれですけども、ゲームフリークどうした、こいつらにも光を。ラントロスとかボルトロスとかさ、うん、アーゴ4とかとの差見ろよ。差がやばいんですよね。なんなら進化前のポケモンより使われてないんで、こいつら。あー、そうなの。なんかポッチャマとかより下のやつもなんかおった気がするけど。おい、頑張れよ。とりあえずね、選出していきますけど、うん、まあレジアイス先発で、うんうん、まあ、カバルドン読みですね、はい、カバルドン、あー、そして右上でジャローデミ、うん、で2番手にレジロック、レジロックおらんとちょっと馬車もしんどいんで、はいはいはい、でラスト1体は、うん、まあ、詰めていきたいっていうところでレジギガスでいきたいと思います。マジかよ。さあ、ヌヌのやつさん、対戦よろしくお願いします。お願いします。あの、現在レイは1725、このパーティーめちゃめちゃ強いです。いや、嘘つけっていうわけじゃないです。じゃあ前回の回線統一で上げたレートですね、うん、背中25まで上げたんですけど、ここからボコボコ落ちていくやん。そう、これが初陣です。あー、これ初試合ね、順伝のね、順伝バースト6の、相手からしたらこれでね、うん、ここまで来たって思われたら、ね、思っとうかもしれんけん、めちゃめちゃ警戒しとうかもしれん。、うん、ご安心ください、ご安心ください。弱いです。弱い、この場で弱い弱い、フリーで試運転したけど、キャラパワーがね、やっぱランキングってちゃんとね、うん、そうね、なっとるもんね、ちゃんとなっとるよ。まあ、マイナーのさ、うん、マイナーって言われてるポケモンの強みってやっぱり、はい、まあ、読めん、読めない、なんかどうしてくるかわからんけん、とりあえず安定行動しときましょうが、そうそうそう、裏目に出るというかね、そうそうそう、結構そこの隙をついていくっていうのが、うん、うん、使用率低いポケモンたちの強みやけど、うん、こいつらは何もできんじゃん、何もできんというか、なんか裏もかけんというか。あー、なるほどね。うん、え、じゃあ何、めちゃめちゃ下がっていくのここから。めちゃめちゃ下がっていくことでしょう。うわー、1650は切りたくない。そう、ね、せっかく上げたし、うん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 、ただ数値はね、申し分ないんだよね。レジアイスというレジロックというレジギガスという、あ、まあ一応順伝やけど、種族値はやっぱすごい、うん、種族値はね、うん、レジアイスなんで特防種族値なんて化け物ですから。180ぐらいあったよね。180ぐらいあったっけね、わからん、忘れた。でも200ぐらいあった気がする。200もあんの。200もあった気がする。あー、でもなんかレジアイスはなんか特殊系で使われてる動画見たことはあるけど、うん、レジアイスは相当特防高い。でもレジアイス厳選する時間あるならみたいなとこある。そうなのよ。そう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 。レジアイスはね、一応100レベルにしましたよ。うん、めんどくさかったけど。うんうんうん。レジロックも100レベルにしましたよ、めんどくさかったけど。うん。レジギガスは60レベルのまんまです。え、なにこいつ。じゃあもうめっちゃ妥協。特防だけ妥協してる。あー、じゃあ全然いい。あとは、まあ、そうね、攻撃、防御、素早さは。うん。まあまあや。まあまあは妥協って言ったよ。え？まあまあは妥協って言ったよ。え？そうなんですか。いやー、ちょ、場所はもう重たいんだよな、このパーティー。いや、マジだよ。いや、組んだ時に思ったんよ、格闘の通りヤバみたいな。いや、でももうどうしようもないけどな。そう、どうしようもないよね。誰も下げれんし、誰も下げれんし、そういう縛りやけど、ね、そう、全員罰が取られるんよね、なんか知らんけど。うんうん、あー、ほんとやね。うん、え、ビリジオンだけか。ビリジオン、でも炎技、バシャーモン。バシャーモンヤバ。そう、そうなんや。ガン刺さりゲームズやん。ルカリオとパシャーモはこのパーティーもう負けても仕方ないって思った。ああ、なるほどね。うん、うわ、これスロースタートじゃなければ。ザコイ、ザコイんだよ、スロースタートって。え、なんでこんな特性にしたのねえ。なんで強すぎるけんかな。まあ、種族値がね、強すぎるんやろ。700ぐらいあると、やっぱ。700ぐらいあった気がする。ああ、あるったい。うん。まあ、ちょっとやりすぎ。いや、にしてもやろ。スロースタート相当ひどい。確かに。うん。ちょっとぐらいもう下げていいから。そうね、うん、うん、スロースタートはちょっともう改善の余地を求めます。いや、スロースタート弱くし、ちょっと弱すぎるね。弱すぎるね。すさまじく強いポケモンなんやけどさ、ボタン持つポケモンってもう、うん、もはや、そうね、おらんやろ。おらんおらん。もう身代わりとかでどうにかちまちま粘っていくしかないけど。え、あれ交代して戻ってきたらまたスロースタート。ね、わからん。もうレジギガスなんて知らん。有識者お願いします。どうせ多分テロップ出てきます。どうせ使わんし、うん、あ、飛び膝蹴り。レジロックはね、うん、もう防御耐久すさまじいんですよね。あ、すごっ。そうなのよ。
メガ馬車の、そう、メガ馬車飛び膝はやばいぞ。しっかりと受けていくっていうね。強っ。もう持ち物にも耐えてないからね。もう素で耐えてますから。すげえ。凄まじい。まあ一応のんきで、ああ防具に補正はかけてるんですけど、防御補正ありで努力値ゼロ。あ、マジで。うん。っていう感じなんですよね。HP と、うん、攻撃に振ってる。HP と攻撃に振ってます。HA か。そうなんです。なるほど。HA のんきレジロックですね。HA のんきレジロック。なんでのんきずぶと、あ、ずぶとじゃねえ、なんかワンパクにせんでのんきにしたのみたいな。うん。なんで素早さに加工補正かけたのって言う人いるかもしれませんけど、うん、なんかボックスにおったやつがのんきやっただけです。多分レジロックをしっかりと厳選しようとしたわけじゃない。このパーティー妥協の妥協の塊やん。そう、のんきなんですよ。のんきなんですよ。じゃあ本当にやるならワンパクがいい。だってのんきにする必要ないしね。まあトリルエースにするやったらのんきでもいいかもしれない。ああ、うん。じゃあデジロックはトリルエース。デジロックはトリルエース。誰もトリックルも貼らんけど。このパーティー。さあ、あともう吹雪 Z でフィニッシュといきましょうかね。これはね、うん、悪巧み積んでも特防すごすぎて。そうそう、悪巧み大文字でも落ちるかなっていうところやけどね。耐えそうやけどね。ね、パイプ吹いちゃう。そうなんですよ。こいつの特殊防御やばいから。そう、特殊耐久はもう相当過信してもいいと思う。ああ、過信していいと思う。マジでお前が過信していいっていうことは結構過信していい。いや、そうやね。そうなんですよ。さあ落としていきましょうかね。ザ・レイジングジオフリーズ似合うね。まあ吹雪 Z でしっかりとカバルドを落とすためにね、氷 Z にしてますね。ああ、なるほどなるほど。まあ今回はカバルド出てきませんでしたけど、はいはいはい、まさかの勝利。うえーい、かい回線切れ。ちゃうちゃう、あ、違うね。え何俺たちやね、これ。え、今、俺たちの回線が切れた。え負け負け。いやね。え、え、また、俺たちの回線切れとるよ。フレッツサークルやんけ。やばマジかよ、もう勝てんって。ん勝てん、勝てん、勝てん、勝てん。え、何の負けこれ。いや、もう負けよ、負けよ。え、何の負け？いや、正真正銘のただの負け。回線負けです。うわ、まあなんかイライラしたし、ああ回線切ってやったわ。ああ嘘です、嘘です。レートビームじゃなかったね、あの Z のターンがね。あ、レートビームで落ちるならレートビームでよかった。だけ無駄の無駄なレート Z 打ち、無駄な Z 打ちはもう打っちゃダメってことやね。まあそうね、ああ、天罰が下ったと考えよう。そういうことですね。うん、対戦相手の方申し訳ございませんでした。申し訳ございませんでした。まあレート差し上げたんで。そうね、許してください。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、レッツさん対戦よろしくお願いします。レッツゴー、お願いします。あのね、光があるところには必ず影があるって言いたかったわ、オープニングで。光があるところには必ず影があると言いたかった。どういうこと？言いたかったね。なんで？だって順伝のポケモンって強いって言われておしてさ、こういう風に、まあカプテテフ、相手カプテテフみたいに、やっぱ順伝の強いポケモンいるからこそ、順伝イコール最強、強いみたいな、うん、っていうレッテルが貼られると思う。光ってことよ。光ってこと、うん。ただその光をしっかりと支える影存在する、うん、それがこいつらってことを言いたかったよってことやね。え、要するにこいつらむちゃめちゃ弱いってこと？めちゃ…いや、お前弱すぎ、お前。いや、めちゃめちゃ弱いよ。めちゃめちゃ弱いけど。でも弱いけどね、うん、大丈夫、俺たちがやってやるから。うん、ビリジオン、うん、いいね。あ、ビリジオン、バシャーもやべえ。あ、もうバシャーもなんで出てくるかなんて。くんな、もう格闘はもうダメって言ったやん。無駄にレート高いけん相手のパーティーが強い。バシャーもはちょっとしんどいんで、うん、レジロック先発でいきます。レジロック、ちょっとバシャーも無理なんで先発。バシャーも読み、うん、ただビリジオンは絶対出したい。うん、やっぱラグラージペリラグに強く出れるんで。詳しい。いや、まあラグペリラグというかラグラージだけ。うん、レジロック先発からビリジオン、うん、ラスト1体誰だ。ペリッパーとかカプテテフに弱いんで、うん、レジアイスでいきます。あ、テテフ倒せそう、レジアイス。うん、いい、ね、なんでこの3体でいくと思います。はい。さあ、レッツさん対戦よろしくお願いします。お願いします。ナットレイくんのかよ。うわー、格闘2枚おるやん、こっち。うわ、ナットレイかよ。マジかよ。ただレジロック炎のパンチを覚えるんで。いやいや、読むか。読むか。読んでほしいね。読むか。もうここはちょっとビリージョンに下げていきたいなと思いますね。起点かな。いや、ステロとか。微妙微妙。わからんわからん。いや、多分ステロとかで。ああ、ステロヤドリギとかじゃない。まだヤドリギ入らんけんね。ヤドリギは入らんで。研磨して、うん、ワンチャンビリジオンで全員抜くみたいなのないと。あ、ない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 。弱いもん。ないないない。そんなないな言うことないけど。ないない。ビリジオンはね、弱いです。あ、おいで、炎のパンチ呼んできた、ちゃんと。え、炎のパンチ読みこれ、うん、あ、え、
ペリラグナットルできてますよ。ペリラグナットルできてる。会長、バシャーも嘘だろ。あんだけ刺さったバシャーも出さないだと。いや、何かあると思ったやろね。あ、罠か。確かにこのレートでこれおかしいもん。確かに、あ、そうや。レートが幸いしとるわ。こん海鮮統一はさ、自力で上がってきたけどあれ。そうね。うん、でもコメントでさ、なんかさ、うん、めっちゃなんか解説してくれる人って。うん。あ、海鮮パーティーのそうバランスいいよね、強いわけみたいな、うん、マジその通りぜ、うん、このパーティーをちょっと分析してほしいね。ナイスコメント、ナイスコメント、ありがとうございます、うん、はい、僕たちは分からなかった なんでこのパーティー強いんだろうってずっと思ってた。ナイスコメントショー、 ありがとうございます。今月のナイスコメントショーは、そして暴風ね、暴風のね、風ダメージ力ここまではやばい、すごくね、すごいね、こんな合わすな、それ動け、吹雪 Z です、動け、バカだあー、毒毒されたら終わるぜ、お前、お前さ、3割は超えろ、なしよて、お前暴風でも混乱してちょっと運悪いぞ、お前たち。確かに回線切れ、あ、確かに回線切れやばいね、うん、あんま打ち切れんけどね、え、久しぶりに切れたね、久しぶり、ふざけんなよ、俺が切れとるやんけ、見てよ扱いづらい、イライラする扱いづらい相方、頼む頼む、動け、よし、おい、一緒にやったら10万ボルトよかったけど、あ、そうね、うん、ラグラージュの光から、ラグラージーの、うん、フリーズドライとか読んで交代してもかかったとかやん、あー、なるほどね、うん、まあ、覚えないですけどね覚えとるじゃないっす、覚えんよ、フリーズドライ覚えたらもうちょいいいのに、あ、そうね、フリーズドライ覚えたらもうちょっと視力上がるかもしれんね、うん、確かに、うん、技一つ変えるだけでね、だいぶ変わるしね、いや、そうなんだよね、うん、一応レジロック持ち物を変えました、あの、回線切れからですね、あー、はいはい、はい、ちょっと一旦戻って突撃直帰に変えました、はいはいはい、弾ちょっと無駄かなと思って、たまね、せっかく耐えるのにね確かに自分でね、HP 削ってしまうことになるけど、うん、そうね、耐久あるポケモンに命を絶つちょっとなって思って、うんうん、やめました、やめましたね、ラグラージ、ラグレイド、あ、これいけるね、これかませる、これマジでいける、なんならあと2体は、うん、いけますね、あ、ビリジオンで、ビリジオンでかませんのか、ビリジオンで2体できました、確かに、うん、ラグ嫌やな、けどラグは嫌やねあ、でもラグラージ大丈夫よ、ラグラージは、あ、そうかそうか、うん、ビリジオンの方が早いね、ビリジオンはね、108か109かあったね、マジか、うん、もうちょい早くしろ、いやー、115ぐらいあってほしいね、あー、115やったら、だってアムノムが115ぐらいあったっしょ、いや、ルカリオ抜きぐらいまでしてほしい、そう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 、ルカリオ抜きならまだある、ルカリオ抜きの格闘タイプやったらマジ GR でいいけどね、あ、なんか呼んできたぞ、あ、呼んできたね、いや、別にレジアイスは、うんうん、どうでもいいです、もうね、うん、仕事ねえからな、そうなんですよ、はい、さい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 、おお、いいやん、いいダメージやん、あ、意外に削れるね、いいダメージやん、やっぱタイプ1レートビーム、一応レジアイスの成果が控えめ、あ、はいはいはい、補正ありです、補正ありの努力値は、努力値はもう HC、 あー、なるほど、に振ったかなって感じですね、もう振らんでもやっぱ、うん、耐えるか、そうですね、あ、じゃあ、ね、特防はもう無駄ですね、もうちょっと火力上げんとね、そうなんですよ、厳しいよな、まあ、なんで控えめかって言ったら、うん、まあ、ボックスにいたからですね、ちょっとやめて、なんか控えめでいました、ね、ボックスでいたからさ言わんどけばさ、うん、俺たち妥協してないのお前がボックスにいたからですねっていうことで一気に妥協感がやばい、え、でも、うん、のんきのレジアイス持ったらなんかしたけど、あ、マジで、防御補正の素早さに加工補正かかった、うん、のんきレジアイスもボックスに持ったんやけど、うん、それよりは控えめの方がいいかなと思って、うん、まあ、控えめにしました。なんで控えめおるなんで控えめおるか分からんけどね、なんで控えめおる、しかもちゃんと2体おるっていうね、確かに、うん、なんか昔使おうとしたんじゃね、いや、使おうとはしない、多分違うポケモンを探しにウルトラホール行ったらなんか出てきて捕まえとこみたいなって感じですね、二度と電気なるけん、そうそうそう、あ、なるほどね、確率をね、うん、そうなんですよね、あー、これはね、入る、だいぶ削られるんやけど、オーケー、まあ、お前が抜群技打ってことによって、あ、弱点保険が発動してくれた、ということはこれで剣前戦でもナットレイが落ちるね、素晴らしい、あ、マジで、うん、いや、さすがにやっぱお前2段階上昇のタイプ1の格闘技だって、信用してねえ、俺コバルオンの剣があるけど信用してねえ、あ、そうや、ボツになったじゃん、あ、そうや、コバルオンがねコバルオンがね相当弱いっていうことがね、ちょっとね、いろいろあったっちゃう、うん、いや、ただ2段階上昇あげんね、そうね、うん、ただインファイトじゃなくて今回はちょっと聖なる剣にしてるんですけどね、ああ、理由はあるんすか、あのカビゴンの呪いとかを無視して打ってるんで、ああ、なるほどね、聖なる剣はもうそういう相手の補正とかかからないんで、うわ、これよ、最悪だね、お前最悪だね、最悪だね、お前、うわ、最悪だ、最悪だ、負けた負けた、マジか、あれ勝った勝った勝った鉄の時に落ちると思ったの
で危ない。手のひら返しボーイズやんマジで。あぶねえ、ちょっと鉄の時に落ちると思ったかもしれんし。ああ。だね。いやー。うん。危なかったねー。耐えたー。耐えたねー。え、1700乗ったんじゃねまた。あ、もう乗ったね。よかったよかったよかった。え、よかった。うん。チリ上がれ。チリと風になったね。草タイプ最強は俺だと言わんばかりのね、聖なる剣炸裂。見せてやれお前。見せてやれお前。一応弱点王権を発動させるためにね、うん、耐久に振ってんすよね。あ、そうなんや。だからちょっと攻撃にはあんまり振ってないんですけど。あ、やけに耐えられたまであるか。まあそうですね。はい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 。いや、にしても落とせよ、お前。頑張れ、もうちょっと。頑張れ、お前たちもっと。まあ、でも、愛すべきポケモンたち。愛苦しいぜ。ありがとうございました。ありがとうございました。ここまでのご視聴、ありがとうございました。ありがとうございました。まさのしポケモン新作、どっち買おう。あんま、シールドかな。あ、シールド。お前、じゃあ、どっち買うと。俺はマシンガンかな。マシンガン。お前、未来から来てね。